はい、こんにちは。復活、これだけで中学受験できます。中学受験算数基礎講座です。今日はね、分配法則についてやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、私滝谷直樹が35年間の塾業界での経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。よかったらチャンネル登録、そして再生リストにも飛んでみてください。この分野を得意にしたいんだけどなって思った時に、一気に固めてみるだけで本当に得意分野になってしまうような不思議な動画に出会えるかもしれません。さあ、では早速やってみましょう。 58×13 足す 42×13 ね。これまあ 58×13 して 42×13 筆算して足しても全然できるんですけれどもね、これどちらも ×13×13 っていうふうにあるときにはね、58と42を足すんだと。58と42を先に足しちゃってから ×13 をすることができる。ね。そうすると58足す42っていうのはこれ、きれいに100ですから。100×13 は1300ということになるわけです。これで終わりになるんです。さあ、もう一つ。32×23 足す 18×23。これもやってみましょう。さあ、どちらにも ×23×23 があります。そしたら32と18を足してしまって、そして最後に ×23 をする。括弧32足す 18×23 は、さあ32足す18計算してみるとね、これ50になるわけです。 50×23 ですから、0書いて5、3、15、1覚えて5に10で1150ということになります。ほぼ暗算でできちゃうわけです。さあ、そしてこういう時も、分配法則使えるようになるといいですね。 76×17 足す 51×8、 これは同じものがないように見えますけれど、実はこの51というのがね、51っていうのは 17×3 と一緒のことでしょ。ってことは 76×17 足す 17×3×8 と一緒なんですよ。で、そして 3×8 っていうのはこれ24ですからね。 76×17 足す 17×24 なんです。あ、ごめん、ここ足すね。76×17 足す 17×24 なんです。そしたら ×17 と ×17 は一緒ですから、ね、この76と24を足して76足す 24×17 と76足す24、これきれいに100になるわけです。 100×17 は1700。こういう使い方ができるようになるといいですね、これね。さあ、じゃあその次、 78×82 足す 78×66 足す 39×104。 さあ、これも同じね。これ 78×78×、 さあここね、ここも78使えないかなというとね、104を 52×2 にしてね、2×52 は分かりやすいですね。2×52 にして、ここの部分を 39×2×54 と考えるわけです。そうすると 39×2 って78でしょ、ね。だからちょっと書き直すと 78×82 足す 78×66 足す、さあここの部分をもう78にしちゃいます。78×54 とするわけです。さあ、そうすると、78×78×78×と来ましたから、82足す、66足す、
54×78。 さあ、そして 82+66+54 やってみると、264で、あら、ダメだねこれ。残念。あー、これここ2だ、52だ。すいません、私の間違いでした。これ52だね。だからここ52だね。だからわざとらしいぐらい262でね、10になって1繰り上がって9、15、200になるわけです。ここね、ここ200×78 と0を2つつけて28161繰り上がって271415600ってことになるわけです。まあこういう間違いはよくあると思いますけど、あんまりしちゃいけませんね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。